筋や腸腰筋がうまく使えてないと前ももばかり使ってしまって足が太くなります。どういうことか一緒に体感してみましょう。スマホを手に持って上向きに寝ましょう。膝を曲げたまま足をお腹にぐっと近づけます。しっかり腹筋使って前ももをお腹に近づけるイメージです。これ腹筋を使うことが目的なんですが、どうでしょう、前ももばっかり力入っちゃう方いませんか？しっかりと股関節付け根と腹筋、特にこの下っ腹あたりを使って足を持ち上げたいんです。足が太くなってしまう方はこれでね、腹筋付け根使ってる感覚があまりないはずです。これ今の感覚を覚えててください。1回で腹筋使えるようになりますので楽しみにしててください。ラスト1回腹筋意識してしっかり上げましょう。よし、 OK。 そしたら次片足ずつ足上げていきます。ぐっとお腹に足を近づける、上げる。これもさっきと同様です。しっかりと股関節付け根と下っ腹のあたり使って足を持ち上げたいです。呼吸止めないでしましょう。シンプルにね、腹筋とか腸腰筋、この股関節付け根の筋肉ですね、筋力が弱かったりとか、運動不足で使ってなかったりすると、どうしてもね、前ももばっかり使っちゃうようになります。そういう方が、階段の上りるとか、自転車毎日乗ってるとどん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 ね、前ももが発達してっちゃいますので、しっかりと付け根と腹筋使えるようにこの動画でなりましょう。OK。 そしたらこのまま次右足大きく外回しします。内から外ですね。ご自身から見て、反時計回りに回していきましょう。普段動かさない範囲でゆっくり大きく動かすことが目的です。スピードは重要ではないです。で、股関節がゴリゴリ鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある場合はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。これも前ももばっかり使っちゃう感覚ないですか？股関節付け根、腸腰筋というこの付け根の筋肉をメインで使いたいです。いまいちね、感覚わかんない方は股関節付け根触りながらこうやって意識して回すと良いと思います。 OK。 逆いきます。左足ですね、しっかり内から外に回していきましょう。内から外、こっちはご自身から見て、時計回りですね、回していきましょう。こっちもゴリゴリなるけど、痛みがないよって方は大きく回しておけ、痛みある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、どうしてもね、前ももばっかり使っちゃうよって方は、空いてる手を股関節付け根にこうやって添えてあげると、付け根のね、腸腰筋という筋肉意識しやすくなります。呼吸止めないようにしましょう。でもちろんね、前もも多少は使っていいです。前までの種目も前もも多少は使っていいんですが、メインは今は腸腰筋です。よし、 OK。 そしたらですね、膝曲げたままドローイン呼吸をしていきます。息吸って限界までお腹膨らませます。限界までお腹膨らませる。もう膨らまないよってところで膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて、吐きながらへこまして、吐いて吐いて吐いて、吐きながらへこまして、お腹触って硬くなってるも OK。 吐いて吐いて、よし、 OK。 もう一回息吸って、限界まで息吸って吸って、もうこれ以上膨らまないってとこまで息吸って、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐いて吐き切って、しっかり吐き切って、よし、 OK。 そしたらスマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横につきます。上半身ぐーっと起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚があれば OK です。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでもね、腹筋伸びる感覚あると思います。腰が痛いまま頑張るのは NG です。この腹筋がね、筋力がないとかうまく使えてないって方は、だいたいね、腹筋硬いのでしっかりね、こうやってストレッチで柔軟性つけていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら上半身ベチャッと寝かせましょう。で、このままですね、かかとをお尻にこうやって交互に近づけるんですが、早くやるっていうよりもこの裏ももとお尻の境目、ここを使うことが目的です。こうやって裏ももとお尻の境目、ここに手を当てて筋肉、あ、使ってるな、動いてるなって感覚あれば OK です。スピードは重要ではないです。裏ももとお尻の境目を使ってください。もしかしたらね、人によっては個人差あるかもしれないです。右だけ使ってる感覚あるけど左はない、そんな場合もね、
あるかもしれないです。そういう場合は、使えない方をね、多めにやってあげると良いと思います。ふぅ、呼吸止められる少々。ふぅ、よし、OK。そしたらですね、次は、膝同士つけたままですね、足を閉じておいて、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返しましょう。ギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。で、しっかりお尻の穴ギュッと締めると、内もももね、力入る感覚があるんじゃないかなと思います。これもスピードは重要じゃないです。しっかりお尻の穴ギュッと締め切って、緩める。締め切って、緩める。呼吸はね、止めないようにしましょう。結局ね、前ももばっかり使っちゃう人は、だいたい裏ももお尻のね、筋肉うまく使えてないので、しっかりね、裏ももお尻も使えるようにして、前ももの負担をね、減らしていきましょう。ギュッと締める。OK。そしたら次、左手で、左の足首掴みます。で、左の前もものストレッチやっていきます。左の前もも伸びてれば OK です。あんまりね、こう肩にギュッと力入りすぎないようにしましょう。いまいち伸びないよって方は、つま先の方を持って、つま先をね、お尻に近づけると、だいぶ伸びてくるんじゃないかなと思います。ふぅ、呼吸止められるしましょう。前ももが伸びてれば OK です。ふぅ、肩、あんまり力入れすぎないことと、呼吸止めないでくださいね。本当に呼吸止めたままやってると、酸欠になってね、やってる途中に頭痛くなっちゃう人もいるので、呼吸だけは止めないようにお願いします。OK。逆足いきます。次、右手で、右の足首掴んで、かかとをお尻に近づけます。右の前ももストレッチかけてます。伸びる感覚ありますか？いまいち伸びない方は、つま先の方を掴んで、つま先を、お尻に近づけてもいいと思います。で、ガニ股だったり、内股だったりする方は、こうやってね、かかとが左右にずれちゃうと全然伸びないです。しっかりかかとをお尻にまっすぐ近づけるイメージです。こうやって左右にずれちゃうと、あんまり伸びないかもしれません。肩腰痛い人無理しないでくださいね。で、肩は絶対力入れすぎないようにしてください。オッケー。そしたら次はですね、みんな大好き、スーパーマンいきますよ。手を万歳します。で、手と足同時に上げる。背中、お尻、裏ももあたり使ってる感覚あれば OK です。頑張って頑張って。腰痛い人は、一回下ろす、上げるでもいいし、痛くない範囲で上げても OK です。頑張れる人は、持ち上げたままキープ。頑張れ、さらに頑張れる人は高く上げましょう。腰が痛い人は絶対頑張っちゃダメです。腰、お尻、裏もものトレーニングです。ふぅ、頑張って頑張って、きつい。頑張れ頑張れ。で、肩腰痛い人絶対無理してくださいね。肩もあんまり力入りすぎないようにしてください。で、この次の種目から、右向きに横向きになりますよ。オッケー。スマホ持って、右向きに横向きになります。枕使ってる方はね、枕使ってもいいです。スマホは顔の前置いておきましょう。で、膝90度ぐらいに曲げます。お尻の横を使って、膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。空いてる手でね、お尻の横触ると、あ、お尻の横、ここ使ってるなって感覚あると思います。これはですね、すごい地味なんですけど、ちゃんと上半身固定して、お尻の横意識してやると結構きついです。NG パターンは、上半身が後ろに倒れちゃうことです。これもね、全くお尻に効きません。膝同士離す。スピード勝負じゃないですよ。お尻の横しっかり意識してください。上げる。ラスト一回一緒に上げましょう。よし、OK。そしたら次、右足前に出して、この左足を真上に上げる。上げる。お尻の横。さらに高く上げるとね、脇腹にも効いてくると思います。ふぅ、頑張って。呼吸止められるして。頑張れ、頑張れ。ふぅ。で、前もも外もも力入っちゃうかしら、多少はね、力入ってもいいんですが、メインはお尻の横です。で、頑張れる人はね、ちょっと体の後ろで、こんな感じで上げると、お尻の横、さらに裏ももの方までね、効いてくるんじゃないかなと思います。頑張って、呼吸止められて、しっかりお尻の横意識して、うわーし、OK。そしたら次、左手で、左足首を掴みます。で、左の前ももをストレッチしていきます。伸びる感覚ありますか？頑張れる方は、足をね、ちょっと後ろに引くといいんですが、こうやって腰が反っちゃうと NG です。わざと、腹筋力入れてね、ちょっと猫背にしながら、足は後ろに引く。そうするとね、左の前もも伸びてくると思います。
まあ、いろいろね、今お腹に力入れてとか難しいこと言ったんですが、結論左の前もも伸びてればそれで OK です。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。よし、 OK。 そしたら次は左足持ち上げます。でこの状態でつま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す。これもお尻の横を使います。真上向ける、戻す。これも NG パターンは上半身がこうやって動いちゃうと全然お尻に効きません。上半身固定したままつま先だけ真上向ける、戻す、真上向ける、戻す。ふぅ、呼吸を扉入れしましょう。どうでしょう、お尻の横を使ってる感覚ありますか？きつかったら各種目の最後の10秒サボったりとか、再生速度ね、早めたり遅めたりして、自分のやりやすいペースで完走しましょう。頑張って。ラスト1回。よし、OK。そしたらスマホ持って寝返り打ちます。逆向きに寝返りを打ちましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。そしたら両膝を曲げたまま、膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。お尻の横、ここ使う感覚ちゃんとありますか？スピード勝負じゃないですよ。上半身は固定したまま膝だけ離す。お尻の横、ここ触りながら意識しましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。頑張って。もしきつかったらね、最後の10秒サボる、もしくはね、再生速度調整するで、最後までぜひ一緒に完走しましょう。 OK。 そしたら左足前に出して、この右足を高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす。頑張って。ふふ。お尻の横どうでしょう、ここを使ってる感覚ありますか？上げて。ふふ。どうしてもね、前もも外もも使っちゃう方は多少こうやって膝曲げてもいいです。で、先ほどと同じく上半身は固定です。なるべく高く上げて、お尻の横使う。頑張れる人はこうやって体の後ろで足を上げてあげるとより効いてきます。上半身は固定ですよ。頑張って、このお尻の横触って意識して、ラスト1回しっかり上げる。 OK。 きつい。次、これで右手で右の足首掴みます。右の前もものストレッチしていきます。この下の足はね、ちょっとこうやって前に出しておくことで、体がね、動かなく固定できるので、下の足は前に出しておくのがおすすめです。伸びますか？呼吸は止めないようにしましょう。で、肩ね、あんまりこう力入んないようにして、腰も反りすぎないようにしましょう。で、よくね、なんで肩の力入っちゃいけないんですかって言われるんですけど、大体ね、女性の方特にこうやって肩に力入りすぎて肩こりの方多いので、そんな肩にね、力入れるメリットがあんまりないですね。肩の筋トレしたいなら別なんですけど。よし、 OK。 じゃあこれで次、右足持ち上げて、つま先しっかり真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す。繰り返しましょう。上半身は固定したままつま先だけ真上向けましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整する、もしくは各種目最後の10秒サボるのおすすめです。お尻の横を意識して、上半身固定して、つま先真上向ける。きつかったらサボって OK。 で、次の種目からもう一度上向きになりますので、スマホ持って上向きになる準備しておいてくださいね。真上向ける、戻す、真上向ける。 OK。 そしたらスマホ持って上向きになりましょう。そしたら休憩ストレッチです。膝伸ばして、足肩幅よりちょっと広めに広めたら、つま先を内外にねじっていきます。股関節付け根から動かしましょう。休憩のストレッチです。股関節をね、緩めながらちょっと呼吸整えましょう。でも完全に余談なんですが、これここの至るね、これ実はマッサージ機なんですけど、妻が2月30日だったので、本当はね、出かけたりとかしたかったんですけど、このコロナでね、出かけられなかったので、ちょっと簡単なプレゼントで済ましちゃったんで、申し訳ないなと思って、ちょっとね、追加でこのマッサージ機プレゼントしたらめちゃめちゃ喜んでくれたので、っていう報告がしたかっただけでこれ置いてます。すいません、失礼しました。ありがとうございます。よし、 OK。 そしたら次はですね、膝曲げます。で、空いてる手をですね、腰の下に手を入れます。で、この状態で深呼吸しましょう。息吸って、ゆっくり口から吐いて、吐きながら、この
手を潰すイメージです。腰で手を潰すイメージ。ふう、お腹へこませて、ふう、お腹へこませて手を潰す。ぎゅーっと、 OK。 もう一回息吸って、限界まで息吸って、吸って吸って吸って、お腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐きながらお腹へこませて、この手を潰すイメージ。ふう、吐いて吐いて吐いて、手を潰して、頑張れ頑張れ。ふう、吐きながら手を潰して、しっかりぎゅーっと手を潰して、よし、オッケー、よく頑張りました。そしたら次はですね、ズボラ腹筋やります。スマホ持ってる方はスマホ一回床に置くか立てかけておきましょう。両手でこの足をこうやって抱えます。そのままこうやって起き上がる。腹筋使って起き上がります。首腰痛いから無理しないでください。どうでしょう、腹筋使う感覚ありますか？きつくて起き上がれないよって人はこうやってね、足を抱えてるだけでも十分です。これでもね、腰のストレッチになります。さらにね、ちょっと肩甲骨を床から浮かせる、これでもね、腹筋に効きます。頑張れる人はこうやって揺れる、頑張れ頑張れ、腹筋意識して、首腰痛い人無理しないで。これがね、ズボラ腹筋っていう種目です。 OK。 そしたらもう一回足床につきましょう。膝曲げたままでいいです。で、これで深呼吸しましょう。まあ、これもドローインって言って腹筋を使いたいんですが、もう疲れたと思うのでリラックスするイメージ。ゆっくり深呼吸。頑張れる人は大きく吸って、しっかり息吐き切って、お腹へこませながら硬くする。もう疲れたよって人はこうやってただ深呼吸してれば OK です。どうでしょう、ついてきてますか？で、申し訳ないお知らせなんですが、この次ですね、ちょっときつい腹筋があります。一緒にね、頑張りましょう。きつかったらね、途中でサボってもいいので、できるところまでやりましょう。いきますよ。そしたら両手を後頭部でこうやって組みます。で、手で頭を持ち上げた状態から腹筋、頑張れ。首使って持ち上げちゃダメです。手で頭を持ち上げた状態から腹筋です。で、全然起き上がれないよって方もね、肩甲骨がちょっと床から浮くぐらいで十分です。首の筋肉使って起き上がると首が痛くなります。ちゃんと手で頭を持ち上げてから起き上がる。こうやってね、僕みたいにちょっと起き上がれば十分腹筋に効きます。しっかり腹筋意識してください。ゆっくり自分のペースでいいです。きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ。きつい、きつい、頑張れ頑張れ。あと2回、腹筋意識して、よし、よく頑張った、素晴らしい。そしたら次は休憩です。足の裏こうやって合わせてパタパタ、股関節ストレッチです。股関節の休憩ストレッチ、こうやってね、外に膝を広げながらパタパタ、痛みない範囲でやっていきましょう。どうでしたか、皆さんついてこれましたか？一応ですね、皆さんが最後まで完走しやすいように、各種目の秒数とか、種目と種目の間の秒数とか、あと種目の強度、あとは種目の順番ですね、きつい種目の後は休憩ストレッチっていう風に考えてやってるんですけど、もしね、もうちょっとこうだったら、動画習慣化しやすい、完走しやすいよって方はぜひね、コメントで教えてください。で、ズボラストレッチは毎日やらなくても OK です。週に1回やれば十分習慣化なので、一緒にね、ズボラに頑張りましょう。OK。 そしたら最初に行ったチェック、もう一回やりましょう。膝曲げたまま、前ももをお腹にギュッと近づけます。どうでしょう、最初前ももばっかり使っちゃった方が、付け根とか腹筋使う感覚あるんじゃないでしょうか。もしくはね、最初腰が痛かったけど今は腰が痛くない、そんな変化があったらね、最高です。で、これでね、やっぱり一回じゃ変化わからないって方はね、正直前ももの筋肉、硬すぎだったりとか、腹筋の筋肉がね、なさすぎだったりするんで、ちょっとね、根気強く一緒に続けてみましょう。しっかりお腹意識して、で、この動画の後にね、おすすめな足痩せとお腹痩せのストレッチ、概要欄貼っておくので、もし頑張れる人はね、このまま続けてやっていただければと思います。あとはね、Twitter、Insta、ボイシーとかね、頑張って更新してるので、概要欄に SNS 一覧貼っておきますので、そちらもぜひフォローお願いします。OK、お疲れ様でした。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。